はい、前段の方は、まあ、全体的に、宇宙向けの我々がどういうことをやっているかっていうような紹介を、浅井の方からありましたけども、後半はちょっともうちょっと、技術的な、ところですね。どんなものを作っているか、どんなことをやっているかっていうところにちょっとフォーカスして、お話ししたいと思います。はい、我々高砂電工業の宇宙の取り組みについてですけども、まあ、先ほど浅井からも、ありましたが、まあ、我々、バルブやポンプを作ってますので、まあ、流体性技術、を売りにしている会社になります。で、その中で、先ほどもちょっと、写真出てましたけども、細胞培養関連の装置を、作っているという側面がありまして、まあ、これが、宇宙での実験装置にいろいろつながっております。で、そのあたりの話をこの後したいと思います。で、まず、宇宙でビールを醸造するプロジェクトですね。これ一番最初に作った、まあ、スライドだと思うんですけども、まだこの、人工、ちょっと待ってください。ポインターを出します。よいしょ。人工衛星型って入ってありますけども、まあ、最初は人工衛星型の、デバイスを作ろうということで、まあ、こんなカモサットですね。カモスサットっていうような、ちょっと面白いネーミングをつけたりしていました。で、なんで、まあ、宇宙で、こういうことをやりたいかっていうところですね。先ほど浅井からもちょっと話ありましたけども、まあ、科学的な視点、それから技術的な課題っていうところがあって、まあ、宇宙で、細胞培養、なりをしたときに、どういった機能の変化をするか。まあ、宇宙といっても、まあ、無重力と言ってますけど、実際は微小重力ですね。それから月ですと6分の 1G ですので、低重力化、になりますけども、まあ、あるいは、別の、まあ、惑星になると、逆に、高重力という環境もあり得るかと思いますけども、まあ、そういったところで細胞の働きがどうなるのか。まあ、酵母であれば発酵がちゃんと進むのか、遺伝子発現はどうなるのか、代謝活性どうなるのか、まあそういったところですよね。まあ地上と同じでないというのは想像がつきますけども、じゃあ効率はどうなるのか、で発酵させた時に味はどうなるのか、まあそもそもうまく発酵するのっていうような話かなと思います。で、技術的な課題としては、まあ、宇宙に持っていくっていうだけでいろいろ解決しないといけない、課題がたくさんあります。まあ、そういったところの、チャレンジングな、面白さでもあるところですけども、もう一つですね、コスト面ですね。とにかく、宇宙に持っていくには小さく軽く作る必要がありますので、まあ、そういったところが課題に挙げられるかなと思います。はい。で、これがですね、今お見せしているのが一番最初に考えた、ここに初期モデルってありますけども、これいわゆるキューブサットの 1U というサイズで、この一辺が10センチになってますね。で、ここに収まるようなサイズで当初考えていました。で、宇宙に持っていくと地上と何が違うかっていうところですけども、まず、微小重力下では、対流が起きません。これが非常にちょっと重要です。で、地上で醸造する場合はですね、基本的には開放系でやると思うんですけども、まあ宇宙でやるとなると、まあ閉鎖系でやらざるを得ないと。で、そうすると、この対流が起きない閉鎖系の中で、液体を、まあ、循環や攪拌するようなシステムがもう必ず必要になると。で、もう一つ重要なのが、まあビールみたいなものを作るときは、発酵するときに CO2、炭酸ガスが出ますので、まあこれをどうやって抜いていくか。これは、要するに、微小重力下では、空気は上に上がってこないんですよね。地上でやるときは、重力があるので、上を開放しておけば、できた炭酸ガスは、ポコポコとね、勝手にどんどん上に上がって逃げていくんですけども、ちょっとそういう方法が使えないというところが、まあ、課題というか、考慮しないといけない部分になります。で、これは一番最初の頃考えた図面をちょっともうズバリお見せしてますけども、こんなような、ものを考えていました。ちょっと細かくてわかりにくいんですが、ここにファーメンターと呼ばれる、まあ、発酵槽ですね、があります。で、まあ、形はちょっとどうでもいいんですが、こんなようなものを想像していて、入り口が4つあります。で、まあ、ここの図で言うと長さが違うノズルが刺さってますけども、ここの、一つを入り口にして、どれか一箇所を出口にするっていう組み合わせをどんどん変えることで、まあ、この中の、液の動きを作り出そうと、まあ、強制的に攪拌しようというようなシステムを考えました。で、もう一つが炭酸ガスを抜く部分ですけども、ここにデガッサーというユニット書いてありますけども、これは気体透過性膜を、通じて、液体の中で発生した CO2 を、まあ、抜くんですけども、先ほど言ったように、微小重力下ですと、上に上がらないので、まあ、ちょっといろいろ工夫が必要なんですが、
この時考えていたのは、非常に扁平な、細い隙間ですね、を通すっていうことですね。つまり、泡が必ず膜に接するような状況にするっていうことと、もう一つ外側に一つ部屋を作っておいて、まあ、これ人工衛星型なので、外は宇宙なので、真空ですから、ここでバルブを使って、ここの圧力をちょっとだけ下げておきます。まあ、そうすると、CO2 が外に、どんどん出ていきやすくなる。まあ、そういった装置を考えました。で、まあ、ここにポンプがあって、まあ、水とか、まあ、ドライイースとか、いろいろ、まあ、ホップとかね、いろいろこういうのがついてるんですけども、で、この時に、これはですね、カラムになっていて、まあ、中にホップとかですね、まあ、あるいは、モルトみたいなものを詰め込んで、あるいは、酵母を固定化してもいいかなと当時は思っていたんですけども、まあ、こういうことをすることによって、地上で醸造するときにやっているような、まあ、ホッピングとかですね、そういったプロセスを、まあ、うまくこの装置の中で取り込めないかなというようなことを考えていました。で、実際これ、こういうやり方は、ビール好きな方はご存知かもしれませんけども、アメリカのクラフトビールメーカーでシエラネバダっていうところがあるんですけども、ホップトルピードって言って、こういう、まさにカラムの中に、ホップを詰めて中をこう通してやるっていうような、ホッピングのやり方をしているところが実際あるので、まあ、あながち、外れたやり方ではないのかなと思っております。はい。で、これが先ほどの、タンクの中でどうやって攪拌するかっていうのは分かりやすく矢印をつけてますけども、まあ1が入り口の時は、で、パターンでいくと、1から入って2に出ていく時のこの流れ。で、1から入って3に出ていく時の流れ。で、1から入って4に出ていく時の流れ。ね。で、今度2が入り口の場合は2から入って1に出ていく。2から入って3に出ていく。2から出て4に出ていく。まあこういう各、ポートからの、出入りを、順次どんどん切り替えていくことで、このタンクの中の液をうまく攪拌してやろうという考え方です。はい。これはちょっとプロトコルなんで飛ばしますけども、当初考えていたのは、単純に、まあ、麦汁に酵母を混ぜて、発酵させたらビールだよねっていうのは、ちょっと物足りないなと思っていまして、もうちょっと、実際地上で作るような、完全な工程を宇宙でやるというのは不可能なんですけども、なるべく、なんていうんですかね、ビールに近いやり方をしたいということで、もうちょっと複雑な、スペシャルモルトを使うとかですね、ドライホップをするとかですね、そういった方法をちょっと入れ込んで、いった方法を考えていました。で、これが、地上実証、さっきちょっと写真出てましたけども、プロトタイプで、この時にはですね、ちょっとサイズが、1U に収まらなかったので、2U ですね。一辺が、さっきの 1U の、2個分ですね。この一辺が20センチになってますけども、まあ、これぐらいのサイズで、地上実証用のプロトタイプを作って、これは実際に、とあるビールメーカーさんに協力いただいて、発酵する実験をしようというところまで、話が進んでいました。今ちょっとそれは止まってますけども、はい、いろいろ免許の関係とかありますので、いろいろ大変なんですが、一応実現できそうなところまでは進めていました。はい。で、ビール醸造プロジェクトの現状ですね。先ほど浅井からも話がありましたけども、やっぱり、やるからには、まあ、飲みたい。飲めなくても味見したい。どんなビールができたか確かめたいということで、サンプルリターンを目指すっていう方向に今、舵を切っています。で、ISS での実証実験をするか、もう一つ、この後ちょっと紹介しますけども、人工衛星を使ったサンプルリターンという方法も、現実的になりつつあるので、まあそういった方法もあるということを、考えています。で、もう一つ大事なのはコストの問題ですね。先ほどまあクラウドファンディングやるっていう話もありましたけども、複雑な経緯にすればするほど、よりビール、ちゃんとした、まあちゃんとしたって言い方変なんですが、ビールの作り方ができるんですが、コストはすごくかかる。さらに宇宙に持っていくとなると、複雑なものほど、まあ、いろんな、安全審査とかですね、いろんなところで別のコストがかかってくるので、まあ、難しくなっていくと。で、一方で、シンプルな系にすればするほど、まあ、コストは下がっていくんですけども、まあ、先ほど申し上げたように、これってビールって言っていいの？っていうような、ものにもなるので、まあ、この辺のこのいいバランスのところで、うまく、ISS あたりで実験ができないかなということを今考えています。はい。ということで、一緒に宇宙でビールを目指したいという方、ぜひ、いらしたらお声掛けいただければと思います。はい。で、ここからは、実際宇宙で使われている、実験、我々が作ったものの紹介になります。先ほどこれちょっと、
写真出てましたけども、これがJAXA の、細胞バイオ実験用の自動、溶液交換ユニットと呼ばれるものですけども、これは実際にですね、2021年の8月に、星出宇宙飛行士が実際にこれ、希望の中で実験している時の、写真ですね。これはツイッターに上がってたものですけども、これはセルグラビセンシングスタディっていう、プロジェクトの一環でやっています。で、これ、去年の、秋頃ですね、ラン2が終わって、2回目が終わって、今、3回目に取り掛かっているところになります。はい。で、これが弊社で、もともと作っている、ポータブルバイオ交換システムというもので、これはロックウェルのプレートを自動で交換するっていうシステムですけども、まあ、こういった非常にシンプルな、バイオ交換を自動化するっていうような考え方がベースになっています。で、これはですね、ちょっとここでは詳細はあまり申し上げられないんですが、ユーグレナさんと一緒にですね、これは月面で、藻類ですね、を培養しようという装置の、ここの供、培、えっと、培地の供給部分を我々一緒に作ってます。こんなものを、こんな感じですね。まあ、こんなこともやっていますという紹介です。で、それからですね、これが、これエレベーションスペースさんっていう、人工衛星を使った、宇宙環境利用改修プラットフォームっていうのをやっているところですけども、まあ、ここのプラットフォームでも同じように、微細藻類の、バイオ実験をしようということで、まあ、ユーグレナさん、IDDK さんと共同で、装置を開発をしております。で、これどんなものかっていうと、まあ、ロケットで、打ち上げて、軌道上で実験をして、この大気圏に再突入して、サンプルが戻ってくる。まあ、ここの部分が、まあ、今までなかった新しいものですね。ですので、無人で実験をして、サンプルが戻せるというような、サービスになります。で、これが実際に作っているものですね。はい。これ、ユーグレンさんのリリースから持ってきましたけども、まあ、我々がこの超小型のバルブとタンクユニットを作っているということが書かれています。はい。で、ちょっとこの辺は我々が作っている製品の紹介なんで飛ばしますけども、3D 培養ができるような環流培養システムですとか、自動でですね、培地を複数交換して、まあ、これは分解誘導システムって名前ついてますけども、複雑な、培地交換とかを自動でやる装置ですとか、まあ、それを、ステージトップインキュベーターの中に全部収めてしまって、ライブセルイメージングしながら溶液交換できるような装置とか、まあ、こういったものを作っています。で、これ、すべてカスタマイズで作ってますので、こういった技術を持って、宇宙に持っていくと、宇宙いろんな実験が自動で条件を変えながらできるというようなことが、将来的にはできるんじゃないかなと思っています。はい。で、これ最後にちょっとおまけなんですけども、まあ、ここで、今日、聞いていただいている皆さん、もしかすると宇宙に結構興味ある方いらっしゃるかと思うんですが、これは国際宇宙ステーションの写真ですけども、国際宇宙ステーションが実際に、飛んでいるところって見たことある方、もしかしたらいらっしゃるかと思いますけども、条件さえですね、結構よく見えるんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思いまして、ちょっと紹介させていただきます。これは希望宇宙放送局っていうところのホームページから取ってきましたけども、条件があればですね、結構明るい星がゆっくりこうスーって動いてるのが肉眼でも簡単に見えます。で、最近の、スマホあたりの勾配のいいカメラだと、カメラで撮ると結構構造がですね、こういったパネルを展開してるところとかね、見えると思いますので、チャンスがあればぜひ、見ていただきたいなと思います。で、直近だとですね、条件が合う日がなかなかなくて、これもう来週、1週間後の、しかも夜中というか、早朝というかなんですけども、まあ、南西の方角で見れそうだというのが出ています。まあ、仰角42度なんで結構上の方で見えるんじゃないかなと思いますけども、興味ある方はぜひ調べていただいて、我々が国際宇宙ステーション ISS ってよく言ってますけども、実際、我々目で見ることができるんだと。それぐらい身近に、ある場所なんだよっていうことを実感していただきたいなと思います。はい。これはまあ、先ほど再三申し上げてますけども、一緒に、宇宙で実験しようっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ、一緒に宇宙を目指してみませんかというお話です。はい。で、これちょっとだいぶ前に、どこかの研究会で話した時に作ったスライドをちょっと変えたんですけども、2021年ですね、もう3年前ですけども、宇宙旅行元年って言われました。民間人が宇宙に行った年ですね。
で、もう、いつの日か宇宙へっていうような時代ではなくって、もう誰でも宇宙へ行ける時代っていうのはすでに始まってるんですね。そういうところで、まあ、宇宙ステーション、あるいは月面から、まあ、地球を見ながら宇宙で作ったビールで乾杯、したいですね。というのが、我が持っている思いです。ということで、ご清聴ありがとうございました。どうも貴重なお話をありがとうございました。本当に伺っていてもワクワクしてきました。これがあれば宇宙に行ってもなんかより楽しめるなっていう気がとてもしました。ちなみになんですけれども、地上でのその試作の装置っていうんでしょうかね、宇宙ビールの。これのお味はどんな感じなんですか？これまだ醸造実験はしてなくてですね。あ、そうなんですね。はい。はい。使用というところまで準備はしていたんですけども、はい。まだ、実際の試験はまだやってない。いろいろ、免許の申請とかね、いろいろが 大変なんです。はい。じゃあもうその辺のお話も次の展開楽しみにしております。あとは会場の方からもいくつか質問が来ておりますので、お願いいたします。まず一つ目ですね。宇宙ビールのお話大変感動しました。一つ質問ですと、まあ、この一緒にやるときにということかと思いますが、こうした宇宙開発は日本の企業さんでないとちょっと今は難しいですかというご質問なのですが、いどうや、でし全ょう。然大丈夫ですよ。実際我々も、米国の、企業さんと、これ一緒にやろうかって話をしていることが、まあ、実際あります。はい。海外の方でもいいんで、一緒にやっていただけるんであれば、お声掛けください。はい、ありがとうございます。で、その次です。宇宙ステーションや月面でビールを販売すると、酒税はどこに払うことになるのでしょうかと。まあ、これからのお話かなと思いますが、タックスフリーなら大歓迎ですがということですが、どうですかね。これからは、まだまだこれからのお話かと思いますけれども、そもそもそうですよね。酒税というものが宇宙の場合もかかるのか。はい。これ実は、判断が難しいところで、もうやはい。る前にちゃんと、確認、税務署に 確認しないといけないんですけども、宇宙でやるときに、まあ、どこの国の法律が、まあ、優先されるかとか、まあ、そういった話になると思うんで、ちょっと今すぐ、どうっていうのはわかんないんですけど、ただ実際には、実験でやる作る量って非常に微小なんで、これ税金計算しても、まあ、ほんと数円とか多分そういう話なんで、はい、そこは、実験段階ではあんまり気にしなくていいのかなという気がしています。そうですね。まあ、販売ということでもないですしはい、ね。そうですね。あと、まあ、ちょっと近いんですけれど、宇宙での醸造免許というのはどうなるのでしょうかという。これも同じ考えでしそうて、ですね。どこの国に属するかっていうようなことになっていて、そこの判断をまた誰がするかっていうことにもなるんで、ちょっと我々が判断できることではない。はい。そうですね。でもまあ、こうしたご質問が出るぐらいもう、そういうことを実現する時代がもう近いというようなことにもなるのかなと思って、もうご質問も拝見しておりました。まだまだ出てくるかと思いますが、これまた最後ご講演の後でも時間取っておりますので、ご質問もお寄せいただければと思います。どうも貴重なお話、本当にありがとうございました。ありがとうございましありがとうございた。ました。